これは何度普通のレースも違うから、これ面白いな、この雰囲気は。そうです、ね、普通グラウンドに集まってほら ね、神社ですからね、お宮だもんね、なったって。紹介いたしました。実行委員長を務めています米子市の観光協会の会長の島島と言います。よろしくお願いします。第11回の再生新聞のことバランスに本当に県内外からこのように多くの皆様にご参加いただきましてありがとうございます。またお忙しい中、早朝より本当に皆さんおはようございます。おはようございます。ご紹介いただきました、大仙町長の竹口博則です。本日は、第11回の再生神話の里マーニック2018に、町内、県外、県内合わせて約300名もの、ご参加フェリーって結構はい、スタートいたします。はい、スタートです。さあ皆さん、赤羽神社を目指して頑張ってください。まずは大仙町の一宮神社、こちらまでは皆さん一緒に走っていきたいと思いますので、さあ皆様、一宮神社まで、一宮神社までは一緒に走ってください。さあスタートです。皆さん頑張って走ってください。ありがとう。ありがとう。
長野、長野県。頑張って。YouTube 上げるから。YouTube 上げます。自転車降りて。ありがとう。
はい、頑張れ。頑張頑張。3番引きます。はい、一応ここでゴールね。はい、ごさん、あー、かわいい海なんだね。あのね、ここぐるっと回ってもらったら、後ろにあの落ちてきたっていう、あの焼けた岩が、おー、はい、あの